ブンブン、ハロウィジュ、どうもサルです。今回は、まもなくアップルが発表すると言われている新型の iPad Pro についてご紹介したいと思います。この iPad Pro は、3月のイベントで iPhone SE 2と同時に発表されると言われている新型の iPad となります。現行モデルの iPad Pro は、今から約2年前に発売されており、昨年も新型モデルが登場するのではと思っていた方も多いかもしれませんが、結局のところ昨年は新型モデルは発表されず、現在 Apple Store の方で販売されているのも2年前に販売された iPad Pro となります。もう間もなく発表されると言われているのがその iPad Pro の最新モデルとなります。この新型 iPad Pro につきましても、すでにケースが販売されていたり、またいろいろとリーク情報も出ています。現行モデルの iPad Pro から大きく変わるポイントとしては、まずは背面のアウトカメラです。これまで iPad Pro をはじめ、その他の iPad もそうでしたが、カメラはシングルレンズとなっていました。ただ、今回発表される新型の iPad Pro は、複数のレンズが搭載されると言われています。そのため、新型の iPad Pro 用のケースと見られる画像は、すべてカメラ部分が大きく切り抜かれた画像となっています。では、カメラは何個搭載されるのかということですが、これまで出ている情報としましては、合計3つのカメラが搭載されると言われています。ですので、タピオカというふうに言われることも多い iPhone 11 Pro のような感じのカメラが搭載されるのではないかと思います。ただ、カメラについては大きく変わるものの、その他のデザインにつきましては、現行の iPad Pro から大きくは変わらないと言われています。やはり全体的に角張った板状のデザインで、USB 端子についても引き続き Type-C 端子が搭載されます。さらに、ここ最近になって出てきた新しい情報としては、新しいキーボードが用意されると言われています。この新しいキーボードは Surface Pro のように、キーボードの下の部分にトラックパッドが付いたモデルになると言われています。現在販売されている 12.9 インチの iPad Pro のキーボード、スマートキーボードフォリオは現在税抜き価格で 22,800 円で販売されています。ですので、さらにトラックパッドが付くとなると価格は値上がりする可能性が高いので、キーボードだけで3万円近い価格になってしまう可能性はあります。当然ですが、搭載される CPU は最新世代の CPU となり、なおかつ最新世代といっても iPhone に搭載されるよりもより処理速度の高い CPU が搭載されることが多いので、今回発表される新型モデルについても、現在の最新の iPhone、iPhone 11シリーズに搭載されている A30 Bionic よりも、より処理速度の高いものが搭載されるかと思います。なお、周辺機器のキーボードにつきましては、トラックパッド付きの新しいキーボードが用意されるとお伝えしましたが、Apple Pencil についてはどうかということですが、おそらくは現行の第2世代の Apple Pencil を引き続き使うことができるかと思います。ですので、これまで同様 iPad の側面に貼り付けてワイヤレスで充電できるタイプになります。では、3月に発表されると言われているこの新型の iPad Pro ですが、発売はいつになるのかということですが、これまで出ていた情報としましては3月に発売予定となっていましたが、ここ最近の状況を考えるならば、少し発売時期が遅れる可能性もあります。価格につきましても、やはり iPad Pro シリーズというのはプレミアムモデルという位置づけですので、基本的にはそれなりのストレージ容量があるものについては、10万円以上はすると考えた方がいいかと思います。iPad のラインナップの中には、4万円程度で購入できる安価なモデルもラインナップにありますので、あえてこの iPad Pro シリーズを低価格にするということは考えにくいので、今回発表されると言われている新型モデルについても、やはり価格はかなり高くなると考えた方がいいかと思います。以前の動画でもご紹介しましたが、iPad 向けに提供されているアプリは、例えば動画編集アプリでも、Android 向けのものと比較してもかなり機能が充実している使いやすいアプリが多数あります。さすがにまだまだ大方のことが Mac や Windows と比べると使いにくいところはあるものの、ある程度の作業は iPad に置き換えることも可能ですので、動画制作をはじめ写真編集、それからイラストを描くなど、決して仕事で使わなくてもクリエイター向けのアプリをなるべく快適に使いたいと考えている方は、もう間もなく発表される新型の iPad Pro 購入を検討してもいいかと思います。
今後も発表までにいろいろと情報が出てくるかと思いますので、また最新情報がありましたら別の動画でご紹介したいと思います。なお、すでに Amazon の方では、この iPad Pro 2020年モデル用のカバーなど販売がスタートしています。iPad Pro の大体のデザインも知ることができますので、その辺興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。